ただいま私はめいちゃんと一緒にお出かけをしております。お出かけ、お出かけ。ちなみにここはバーン交通公園です。ネタバレ、交通公園です。子供がいっぱい賑わってますね。さっきから虫が飛んでいて、虫取りにはなかなかいい場所なんじゃないでしょうか。すごく嫌ですけど。めいちゃん、なんだか懐かしいね。そうですね、この間インディアン水晶祭りに出させていただいた場所ですね。あ、この間インディアン水晶祭りへ来たのか。そうですね、ついこの間でしたね。はい、ということで本日は素敵な方にお会いしたいと思います。館長さん。はい、はい、こんにちは。こんにちは。いいかどうかは分かりませんが、水族館の菊池です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてご紹介します。水族館の館長の菊池さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではいくつか質問させていただきます。はい、早速。はい、館長さんになって大変だったことは何ですか？はい、そうですね、私が館長になったのはこの水族館がリニューアルした時なんですね。実はこの水族館には立ち上げ当時からいまして、一番そうですね、仕事として大変だったのがそのリニューアル。あー、はい、どう水族館を新しく変えていくかっていうところが、まあ大変だったといえば大変だったんですけれども、まあ、逆に楽しかったといえば楽しかったところでして、あんまりそうだな、館長になってから大変っていうのはあまりないかもしれないですね。ない、はい、ということはリニューアルの方も手掛けられたという感じで、はい、そうですね、だから立ち上げと、まあ、リニューアルと。あ、なるほど。はい、じゃあリニューアルした時のこだわりとかってあったりしますか？はい、そうですね、リニューアルの時は、まあ、いかんせん昔の水族館が、名前が、まあ、鮭のふるさと館という、うん、ちょっと水族館っぽくない名前でもあったし、どちらかというとちょうど20年ぐらいでリニューアルをしてたんですけど、開館してから20年目ぐらいでリニューアルしたんですが、はい、で20年も経っていたにもかかわらずですね、来たお客様が館内に入って坂道を降りて右手に水槽がバンと大きいの出てきたら、うわ、ここ水族館みたいっていうんですね。いや、何だと思っていらっしゃったのかな。確かに、そうですね、それぐらい、まあ、名が体を表してなかったというかですね、皆さんがこう物産館とか資料館とか、そういうイメージでいらっしゃってたようでしたので、なるほど、いや、リニューアルしたら、まあ、少なくともちゃんと水族館だと思ってきてもらえるようにしたいなというところはありましたね。あ、なるほど。ですから館内を、まあ、少し暗めにして、
水槽の水の輝きだけがこう引き立つような幻想的な空間作り、まあ、来館された皆さんが非日常を水中世界に感じていただけるような、そういう水族館作りを心がけたというところはあります。なるほど。水族館でおすすめの場所はどこですか？おすすめの場所、そうですね、やはり千歳水族館では、まあ、なんといっても川の中を覗ける水中観察ゾーンですね。まあ、ここは自然の川をそのまま、川の岸につけた窓から覗くという場所なんですが、実は自然のままの川をそのまま覗ける場所というのは日本中でもここだけなんです。で、本当の川をそのまま囲いもしなければ餌まいたりもしなければ明るさも太陽光線のみという状況で見ていただくので、自然の川の野生の生き物たちのその営みを目の当たりにすることができるんですね。で、そこには人の手が関わってないので、四季折々生き物たちが勝手にいろんなイベントを繰り広げてくれる。イベントって言ったらおかしいかな。例えば春になると鮭の稚魚が数千万匹窓の前を海へ向かって下っていくし、夏になると今度はウグイという魚が真っ赤な婚姻色、産卵時期の色に変わって窓の前を、川底を絨毯のように見尽くして産卵する様子が見えたりとか、今の秋の時期は海で大きく育った鮭がまた何十万匹とも量なし戻ってくる、そういった四季折々の変化が目の当たりにできるというとても魅力的な場所になっているんですね。ですので、水族館で一番のおすすめと聞かれるとやはりその水中観察ゾーン、千歳川の川の中ですというところになるかと思います。はい、ね、館長さん、はい、そちらのマスクは、はい、とても可愛らしくて、あ、すいません、ありがとうございます。もう水族館内でもしかして売っていらっしゃる感じですか？あ、残念ながらですね、これは今は水族館で売ってなくて、実は私の奥様の手作りで、あ、そうだったんですね。これは秋バージョンで、秋バージョン、はい、卵を産んでる風なんですが、あ、なるほど、はい、秋バージョンだとこの他に赤トンボがついてたりとか、あ、すごい、あとキノコとかですね、そんなのもあるんですけど、季節季節で変わっておりまして、10月になるとハロウィンバージョンのマスクに変わったりするんですけど、はい、売り物ではなく、はい、手作りのマスクを使っております。魚だけではなく館長さんのマスクも見どころという感じ、あ、かな、かな、見どころまでいくかどうか分かりませんが、はい、ありがとうございます。皆さんぜひお会いできた時はマスクの方も確認していかれたらどうでしょうか。そうですね。そうだ、夜の話です。今閉館時間が17時になってると思うんですけれども、もし何ですかね、私たちが何かあって、はい、何かどうにかこうにかして、どうにかこうにか、ちょっと17時以降ももしかしたらやるかもみたいなことってできますか？はい、そうですね、実はそのリニューアルした後館内の雰囲気が変わったので、はい、それまでやっぱりご家族連れ中心だった水族館への来館の皆様が最近だんだんこうデートスポット化してきてですね、あ、デートスポット、カップルとか、はい、で来るお客さんも増えてるんですよ。そうだったんですね。まあ、そういう意味では夜間の開館というのもちょっと雰囲気作りにはいいかなとは思うんですが、なかなかやっぱりこう夜水族館だけでやってても、うん、お客様が集まらないという状況になっていて、なるほど、先日このサーモンパークのすぐ隣で花火大会とかあった時は、はい、その花火目当てで来たお客様が夜もたくさん入ってくださったりしてました。ですので、まあ、他のイベントと絡めたり、うん、夜のイベントと絡めたり、あとそれこそ夜の何かこうツアーとかを組んでいただいたり、うん、シャオニャンと一緒に行く水族館夜の探検ツアーみたいなのを組んでいただけたりするとそこは開けることは可能だと思いますので、その際はぜひご相談いただきたいと思います。 ありがとうございます。はい、では皆さん、シャオニャンと一緒に水族館行きたいよっていう方とかいらっしゃいましたらぜひ募ってください。ありがとうございます。ぜひなんかツイッターのコメント欄とかにね、行きたいなとか、YouTube のコメント欄に行きたいなとか言ってくれたら、もしかしたら企画するかもしれないですね。その際はよろしくお願いします。他にまだ質問ありますか？そうですね、これから水族館をなんかもっとどうにかしていきたいみたいなのってありますか？はい、
そうですね、実はこの3月から新しい生き物が水族館に仲間入りしたんですけれども、びっくりした、はい、まあ、なんとなく千歳水族館というと、まあ、鮭のふるさとで、うん、鮭とか、まあ、魚中心だと思われているところが多いと思うんですが、3月から仲間入りしたのはアメリカミンク、イタチみたいな哺乳類、はい、アメリカミンク、よくあの水族館だと例えばコツメカワウソなんかは有名ですね、 あれに近い、あ、はい、生き物なんですが、実は千歳川に普通に住んでます。え、そうなんですか、はい、でつい探そうとしてる、そうです、ね、たまにその辺うろうろしてるのも見えるんですけど、で実際に展示してるミンクは千歳川で捕獲したミンクなんです。あ、はい、もうすぐそこで、そうなんですね、はい、捕まえたものなんですが、まあ、サケを中心とした水族館ではあるんですけど、川を利用している生き物というのはサケだけではないし、もちろん魚だけではない、いろんな生き物がつながりを持って、まあ、川を利用している、その中に私たち人間も入っているんですが、そうしたこう千歳川、さっきも川の中を覗く窓がうちの一番の売りですというお話をしましたけれども、その千歳川に住む生き物たちをいろいろ幅広くご覧いただく、そういった展示をこれからも続けていきたいと思ってますので、まだまだちょっと展示できてない生き物なんかもいますので、そういったものを今後ですね、いろいろとこう水族館でも展示をしながら、またただその生き物を水槽に入れてちょんって見せるんじゃなくて、その生き物がどういうふうに千歳川で生きているのか、そういったところを再現できるような展示、そしてその水槽ですね、そういったものを作っていきたいなと思っています。ミンクもですね、実は哺乳類なのに泳ぎが得意なので、ミンクの水槽の中に2メートルぐらいの水場がある、でそこに魚を放しているんですが、はい、ミンクがピョーって潜っていってその魚を追っかけて捕まえるなんていうところも見られたりするところがある、ね、帰り寄っていかないって言うと、はい、見たいミンク、もしかしたら昼寝してるかもしれない、あ、なるほど、はい、それも可愛いですね、そうですね、寝てる時間も多いんですが、はい、そういったこうその生き物が持つ本来の動きとか姿とか、そういったものをご覧いただけるようにこれからもしていきたいなと思います。なるほど、じゃあ今後もカモメとかを増やす可能性があるってことですね。そうですね、たまにいらっしゃいます、ね、ちょっとあの飛んでちゃうので、飛んでちゃうなかなかかわいそうかなと思います。実は鳥はカイツブリという水鳥を今展示してるんです、はい、でカイツブリさんは飛べるんですけどあんまり飛ぶの好きじゃない、あ、かわいい、はい、水の中潜ったり泳いだりが得意なので、まあ、そういった、まあ、カモに近いような水鳥ですとか、はい、そういったものはもう少し増やすこともできるかなとは思ってるんですけ ど、はい、一応いろいろ候補はいるんですが、まあ、それは今後のお楽しみとさせてください。ありがとうございます。本日は大切なお話をありがとうございました。楽しかったです、楽しかったです、ありがとうございます、はい